じゃあ、フォールアウト1、突発的に始めていきます。とりあえずイントロからね、見ていきましょう。War never changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes. In the 21st century, war was still waged over the resources that could be acquired. Only this time, the spoils of war were also its weapons. Petroleum and uranium. For these resources, China would invade Alaska, the US would annex Canada, and the European Commonwealth would dissolve into quarreling, bickering nation-states bent on controlling the last remaining resources on Earth. In 2077, the storm of World War had come again. In two brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, a new civilization would struggle to arise. A few were able to reach the relative safety of the large underground vaults. Your family was part of that group that entered Vault 13. Imprisoned safely behind the large vault door, under a mountain of stone, a generation has lived without knowledge of the outside world. Life in the vault is about to change. はい、そんな感じで始まっていきます。ニューゲーム、さっき起動テストとかをしてたんで、ちょっとセーブはしてますけどね。まあとりあえずこの中のキャラクターから選んでいく感じなんだけど、まあテイクで、まあ、選ぶんでしょうね。まあだけどここで、まあ、クリエイト、新しいキャラクターを作っていきたいと思います。じゃん、まあ年齢もどのくらいまで下げるんだろう。16、まあいいや、これで、まあ、テストなんで。あとまあスキル振るんですけど、やっぱりラックとアジリティ、インテリジェンス、まあこのぐらいやっておけば間違いないんですよね。あとまあステータス、ストレングスがそうですね。まあいろいろキャリーウェイトとか結構ね重要なポイントなんですけど、まあ序盤も序盤なんでこの辺はまず必要ないでしょう。とはいえ最初ナイフとかだから、まあまあまあとりあえず今回のプレイは最初のボルト13を脱出して、脱出じゃなくて飛び出して外の世界に踏み出すところまでをちょっとやっていきたいと思ってるんで、まあこんな感じでしょう。あとスモールガン、
ビッグガンはいいとして、これは、マーシャルアーツ、これと、これは、なるほどね、いらない。これはこれもいらないな。ビッグガンもいらないし、ファーストエイドとスニークと、これでいこう。いいね。あとこれが、まあ性格っていうか、そのあれですね、ニューベガスでありましたよね。まあつけてもつけなくてもいいんだけど、つけると上がるのもあるけど大幅に下がるステータスもあるというね。まあつけておくと、まあ個性が出て面白いんだけど、まあ今回は特にいっぱいつけるのか。まあいいや。まあテストプレイってことでね、これでやっていきましょうか。Hi, you're here. Good. 来ました。We've got a problem. 何？ A big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one. The process is too complicated for a workaround system.フォローでは結構ね、フォーでは結構活躍しましたね。はい、飲める水がなくなって。This is crucial to our survival. 生きていくためには、まあ必要不可欠なものがなくなるから、ちょっとなんとかつけないかと。I think you're the only hope we have. You need to go find us another controller chip. We estimate we have 4 to 5 months before the vault runs out of water. 4-5 months のうちに見つけてくれてるからね。 We marked your map with the location of another vault. Not a bad place to start, I think. 13-15に行けってことだよ。 Look, just be safe. Okay? わかりましたよ。気をつけていきますよ。まあでもね、最近出ましたよね、プレイステーション4でウエストランド2が。そのウエストランド2見たときに、ま、面白そうだなと思ったんで、まあでもどうやら話を聞いてるとね、フォールアウト1、2作ったとこ作ってるみたいで、だからやっぱり似てるんですよね。あとこれをスマッチゼロで遊んだ時にどんな感じになるのか、それもなんかすごい楽しみではあります。はい、脱出です。はい、こんな感じですね。あと操作方法も、あ、なんかいるんだよな。とりあえずインベントリー開いて、装備ですよ。 OK、 ダン。10mm、 JHP、 ちょっと強い弾ってことなのかな、わかんない。 OK で、右クリックでカーソルかチェックか。 OK、 じゃあ行きましょう。まあこうやってマップが見えるんですね。出口はここなんですよ。だからそこを目指していくんですけど、まあここの中に、まあ敵がいるんで、それを倒しながら勉強しながら行くみたいなね。ただピップボーイ、あ、開けんだね。
今ステータスボルト13で OK、 まあ行きましょう。で歩いてると、いますね。あ、見つかりました。でこれを選択して 76% OK Thanks。 ケーブラッツで、これでもう何も選択できないんでエンドで、また AP が回復するんで、それで歩いての繰り返しですね。あ、いいね。攻撃、うわ、なんかでかいのいるね。75でも外すんだよな。えい。でもうこれで3ポイントアクションポイント必要なんで無理だ。1ポイントしかダメージ与えないよ。 OK、 いいとして、無理か。これで単位のしとこうか。リロードどうやってんだろう。これが狙うやつか。95%バツ一発です。6アクションポイント必要なんで無理と、まあ、これターンエンドしといて、これがバツなんだろうね。でバッツ使わないでやると、無理と。当たんないんだよな。ターンエンド、ちょっと武器切り替えてナイフでいいや。AP 貯めとこうか。貯まった 10AP で2ポイントしか与えてねえもんな攻撃。 OK ターンエンド。バレたぞバレた。来た来た来た。で攻撃ダメだわ。 76% で外しちゃうもん。ターンエンドで OK でターンエンドで移動開始。あ、結構広いな。いるねこっちにいっぱい。しかもいる、寄ってきた寄ってきた。ダメだ、一旦で殺せない。 OK、 あとなんかないのか。スティール盗んでどうする。スニーク使っとくか。バレた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 。95%一発一発バツバツは右か。41ノーターンエンド。バッツ使うと1ポイント上がるのか。
まあいい、武器切り替えて、まあ HP 余裕あるから歩いてって、一発いけるか、届かんかな、ターンエンド。前バレたね、バレたね、やばいね。切り替えて、いやーちょっと待って、ミスったかもしれん、向きが違うんだけど、ミスった、うわー強かった、おー自分見てどうすんだ、ボン、特に生なしか、行き止まりと思ったら下から来た、切り替えてナイフディア、ボディ、お、これだと効くんだね外してるよ、あと一発いけね、ダメか、ターンエンド、なんでミスんの、エコに一歩行って、オッケー、やっぱいけないか、こっちは？まだまだなんかいそうなんだよな、いるかな、いた、いたね、ここ、バッツは切ってスニークで、バレたか、7ポイント、バッツにして、49、行こうか、ダメ、ターンエンド、2歩歩いてバッツ、48の前に、67と24か、あー6ポイント必要か、 OK、 48、どう、使ってるね、やっぱり、切り替えていこうか、チームもいなかったっけ、気のせいかな、もういないかな、いやー雰囲気はすっごいいいね、
これを地味にさ、携帯機で早く遊びたいよ。はい、都市全貌が見えたと。 For the first time in your life、 人生初のアウトサイド。今ここなんでね、ここクリックすると、どうするの、ここ結構時間かかるな。マウンテン、よし、ちょっとだけ探索してみよう。視界は良好だから、こっちにちょっと銃切り替えてさ、バッツオフにして、キャラノットインストールしてないから見えないと出れないか。ちょっと気持ち悪いな。まあたまにこのなんかクエストとか発生した時に来ればなんかいるんだよな、きっと。夜になってる。スニークして。ここだ。急に絡まれ、切り替えて、77でミスるか。やばい、飛んでくるぞ。さあどうだ、一匹だけ来たか。なんとかしなきゃね。バツ、届かないか。してみるか。入ってきそうで入ってこない、入ってきそうで入ってこない。これはいいね、いい感じだ。57%、一発いっとくか。 OK、 どうだ、手前のこいつ行こうか。76%。 OK、
ダメか。散歩ってターンエンド。リロードが 95% 武器切り替えで AP3 OK ターンエンド。よっしゃ OK よしよし、せっかくなんでこの辺ちょっとうろうろしようか。特にはないと見た。シンボルエンカウントじゃないけど、やっぱりランダムで歩いててもなんか敵にこういう風に遭遇するんだね、歩いてる途中に。で、今ここか、ここ行ってみようか。ここマウンテン。マウンテンがしばらく続くと。ここ？こうやって行かないかもね。こうやって探していかなきゃいけないってことだよね。大丈夫ですか？エンカウントした。モールラット。ちょっと戦ってみるか。2ポイント。やばい。あ、でも言うほど強くはないんだね。と思ったけど嘘ついた。これなんとか2ポイント。2回攻撃か。なんとかもうこれで頑張るしかない。もう一回。死んじゃった。The darkness of the afterlife is all that awaits you now. May you find more peace in that world than you found in this one. Okay. はい。じゃあまあそんな感じでゲームオーバーになっちゃいましたけど、だいたいこれでつかみはね、こんな感じのゲームっていうのは分かったんですよ。だからまあスマッチゼロ買った後にインストールしてね、頑張っていこうかなと思います。とりあえずまだ日本語化しなくても大体イメージはつかめるんで、まあこのまま英語版のままやっていこうかなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。